うわぁ、マジか。初めてやったんだけど、はい、どうも無名でございます。今回ね、なんか裏世界に行ける場所があるっていうことを聞いて、まあ、そこにちょっと行ってみようかなと思います。今でもできんのかな、ここ行くと裏世界行けるよみたいなこと言われたんですけど、早速なんかね、あれだ、なんだ、キュゴリミスった。話によるとバイクが必要らしいんで、バイクで行こう。せいやー、ガソリン節約するために加速は使わない。で、なんかトンネルの中に入るんだってよ。トンネルの中に入って、トンネル側の、トンネル側ってなんだ、トンネルの中のなんか壁があるんだけど、そこにぶつかるかなんだかって。おい、ナイスイプラスイ、ポンポポポンポンポン、なんだそれ、んラインが来たな、なんだ、あ、なに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 、うおー、あ、え、もう入っちゃったんだけど。じゃあすでに入っちゃったやつなんだけど、ちょっと待ってて、俺やり方知らんのになんか入ったんだけど、え、これ何これ、うわぁ、マジか。初めてやったんだけど、どこだよ。わお、言われてるやんけ。おうおう、あ、まだまだ乗れるのね。え、なんか、え、なんか俺が見た時と違う気がする。え、こんなやり方だったっけ。え、わかんねえけど、え、なんか、あれ、あ、そうそう、ここここここ、ここにここにこうぶつかるとなんかめり込むみたいな感じで、めり込んで、ここでなんか、いけるとかって言われたんですけど、え、いける、いや、俺、ここだといけないんだよね。ここだ、なんかね、ある人から教わったら、ここにぶつかるといけますよ、みたいな。言われたんだけど、いや、俺、ここできねえぞ。なんでさっきの場所できんだよ。とりあえず、ここぶつかって、おお、いけた、いけた、いけた。ちょっと待って。やばいな、これ。でも、これもうこんな、今、下、おーおー、なんだ。水に浸かってる状態だったね。ちょっと皆さんもね、暇だったら、ちょっとやっていただけたらなと。試してみたらね、面白いかなって思います。まあ、でも正直ね、水の中に浸かるんで、まあ別に、戦術的に使えるわけでもないかなっていう印象ありますね。なので、まあちょっと遊びてえなって、暇だなって思ったら、まあ、やっていただけるといいかなって。逆にこれを悪用するのはダメで、これ悪用したら、もう普通にグリッチってなって、あの、なんだろうな、普通に運営に通報されて、運営に通報されて、なんだろうな、赤バンされる可能性もあるんで、これを悪用しちゃダメね、ダメね。結構面白いな。はい、ということでね、ちょっとここら辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。